永は高校最後の夏の大会、無安打で甲子園出場を逃し、一人だけ集合写真で真顔だった。中日は指名する内野手が一人足りず、福永がいますと小田コーチが推薦したことで指名が決まった。福永はドラフト会議で12球団最下位の指名となり、途中で指名されることをほぼ諦めていた。福永の最大のライバルは甲子園出場を阻止された巨人の岡本和真選手である。